寝よっか。寝よ。もう、ビセックの強さは散々感じることができたんですけど、ほんまにこのカードはめちゃくちゃ強かった。まあ今日も、今日てか確約なんちゃうかな。まあでもええか。疲れたし寝るわ。肌にも悪いし。まあたまたま来たから寝るけどね。はい。たまたまですけどね。確約なんちゃうかな、今日。ちゃうかな。デイリーをやろう、まずは。今日で、11回目です、多分。ライブデイリー。8-3 ピック。まあ、これ多分あれやね。ゴールドいっぱい使うやつね。はい。これを毎日5個作って、プレミアの TOTS に備えるとかもありですね。ベンラーマとケーラー。へー。これ何？あ、これはほんまにショーダウンや。なるほどね。ベンラーマは5-4廃炉。うん、まあまあ悪くないっすね。ここからプラに悪くはない。まあおこちゃがやっぱ同じリーグワンで高セールプラス持ってるって考えたらっていうのはありますけどね。これはあでも安い、10万ぐらいかな。多分10万いかんぐらいか。で、あモナコや、ほんまや、モナコからはケーラーが来ております。確かもともと逆足号プレイスタイルプラスはジョッキー予測。パスカットもあって、スルーでパス追加、パーシュートブルーザー。まあ悪くないですね。ただ186センチで、エアリアルがないっていうのが、まあちょっと怖い感はあるかな。まあセンターバック今 TOTS ライブエボレルっていうのを考えるとね、まあちょっと強くなった後でもどうなんかなっていう感じはありますけど。これは、ちょっと高いか。いやでもあんま変わらんか。多分10万ぐらいかな。あとは80ピック。これはでも6枚やな、いつも通り。前回と同じ6枚で登場と。はい。今日は TOTS ライブないやん。へぇー。あ、そう。ないわ。さすがにだって TOTS ですよ。来てない。来てない？で、バックラインからフロントラインが今日で終わる。うわ、どうしようかな。僕、結局ミリトン引けんかったな、これ。まずライブ TOTS ピックの最高レート、91以上90以下なんなんこの悲しすぎる予想は。明日に向けて戦力確保せなあかんからね、ほんまに。ほんま頼むよ、ほんま頼むよ。てかこれ左から見てこうよ。これでシャシャシャってやって、これでプレイしたら見えます。あよーわあー、これ無比か。せーの、はいはい、3つ。あ、2つ。あー、これシーフ。せーの、はい。あ、ちょ、あ、いいコピーよ。お、わわわ、3番目。3つ。2つ。これは、ブライトンの人。せーの、はい。え？よっしゃ、行くぞー。見てなさい。これが、神引きというものですよ。参ります。はい。最高レートは、何ですか？スペイン CM？ あ、やばいです。はい、これはやばいよ。ソボスライ引いて、はいはい、お！来ました！やったー！赤金だ！よし。引くぞー。なんで僕がしょうもない引きしたと思います？皆さんに施すためなんですよ。いきます。はい。こういうことやから、マジで。まだ、まだね。まだ1個目やから。2発目。何のために2個あるんですか？はい。このためなんですよね、やっぱ。まあ、ロビンソンは、足早いからね。うん。トレカなんです。むむ。これがね、CF でランク3以上に行く意味そのものなんです。見ててください。いきます。はい。マジでほんま、一攫千金とはこのことやからね。ええ、電池。あ、え？あ、あら、あららら、え？
あら？あら、あら。あら？あら？あら？3倍合計6番です。うん、まあでも結局プレミアやから見届けようよってピッカーを。まあ94かな。マジ見たいな。ああまあでもまあかぶ、まあまあかぶりじゃないからね。うん、言いたったらええねんて。お、お、ああ、ターランドだ。お、ロフターシークや。これいいよ。これは大エボ候補やから。うん。これはいい、これはいい、これはいい。これトレフカならエボよ。ああ、まあまあまあ、素材もいっぱいあるしね。これいいじゃないの。ええ。見せましょう。いきます。はい。ちょ、まあ、カードかっこいいから強いカードくれって。4は、弱ー。あのさ、プレイスタイルプラスが3つついてるやつを1名ぐらいその強制的に含めたら？頼むぞ、マジでいいちゃん。これ6つ目よ。ピック。はい。一応頼むよ、これ。レベル40のアイコンのやつ。はい。昨日ラーションが出たよ。おー、三浦さんはまあまあレース高いからね。うん。まあ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 。まあ、三浦さん、まあ、うん。レース高いし。今日は神引きになるんでしょうか？果たして。ブルーの出るんでしょうか？わあ。わあ。どうぞ。いや、マジで拝みたいなあ。あやかりたいなあ。これはメリーのね。いや、あやかりたいなあ。すごい出てくる、この人。この人の確率がすごいよ。まあ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 。まあ、まあでも、まあロビン、まあレッツアカがね、こっち。TOTS って、特に今週は、エボレルがゆえ、ここが勝負。いきます。はい。ここが勝負。ドイツ。ん？ターランド。まあターランドが表で出てくれるのは、でもまだ逆にチャンスみたいなとこあるね。ほんで。ホビゼックや！おおほほほほほほでっかおほほおお一番ええよ。これ、これ今、一番ええから。いや、まあ、一番ええから。エボローデってこと。ビセックを。これ60万やからな、今。ええがな。いい流れです。ドイツ。え、ん？え？はい？あ、うん、うん、うん。あ、ま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 あ。うん？あれ？うそこな！え？まあでも680万あるからな。まあ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 。やっちゃってもいいんちゃう？やっちゃってもいいんちゃう？モドリッチとか引いちゃっていいんちゃう？スペイン。メリーノ。ほんでだね。これどう、大丈夫これ。だ、うん、ああ。はははは、溶かした。おー。効くねー。効きますねー。ほんで84多だよ、これ。いいっすねー、874。結局こういうパックで出すのが一番、ブラジル。ブラジル？どうした？デビーニャ？珍しい。アブラック。
まあまあまあ。確約や。B パックお持ちでちょ、マジ。ほんま、ビセック引こう、ビセック。ターランド、うん。すごい来る人。ターランド。すごい来る人。まあでもやっぱシュートがいいからね。うん。どうでっか。お、いいねー。こういうのも出るタイプのピックなんや、これ。じゃあいいじゃない。ね。じゃあ。さっき良かったから、どうでしょうか。はい。あー、ダメー。ダメー。はい。あー、ダメー。うん。引くか、ヒーローを。ほな。いきます。はい。せめてコンパにね。お、でもいいんちゃうこれ。いきます。はい。あ、2枚目、せーの。はい。え、せーの。3枚目、せーの。はい。え、3枚目。いや、4枚目、せーの。はい。あかんや。いいのよ。最後、新ラストで、モドリッチブルーの引いちゃって。むしろ引いてくれ。むしろ。スペイン、メリーノ。あ、もう絶対ターランドやね、これ。うん。絶対にターランドを引いてしまうだろうね、これは。きっとね。うん。あれ違うな。お、サントスや。おそろっちやね、僕と。まあ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 。まあ、サントス、まあ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 、いいしょ。普通に。迅速やし。おー。あ、まあまあ、悪くない。SBC にも備え、作っていきましょうということですね。またちょっとライブ TOTS のな、選手もっと来てほしいね。よし。できた。ようやく作りました。まあ明日かな。ね。明日ちょっと CF 残り18試合あるから。頑張って終わらせようと思いますけど。活躍してくれると嬉しいですね。ええ、ほんまに。活躍してくれると嬉しいね。これてか、今更だからライブ TOTS のアップグレードいつ来るんやろ？水曜日かな？ファンタジーと一緒かな、これ。かな？